ママ、帰ってきちゃダメ。え、どうして？バレちゃまずいことでもしたとか？パパがママ殺そうとしてる。だから逃げて。そっか。冗談じゃなくて本当なの。信じて。ユーリ、落ち着いて。あなたが嘘をつかない子なのは誰よりもわかってる。全部知ってるから安心しな。え、そうなの？さすがに詳しい日にちまではわからなかったけどね。教えてくれてありがとう。助かったわ。私も偶然知ったんだ。気づいてよかった。なんでわかったの？トイレに行くのに下に降りたらパパが電話してて、トリカブト入りのカレーを作った。あとは食わせて殺すだけだって。そう。聞いたことある言葉だと思って調べてみたら、猛毒って書いてあったの。まさかとは思ったけど、本当にこんなことするなんてね。私も聞き間違いかと思ってカレー食べていいって聞いてみたんだ。なんて危ないことをするの。食べさせられたらどうするつもりだったのよ。大丈夫だよ。その時はやっぱいいって断るつもりだったから。あの人を刺激しないよう普段通りに振る舞って。あなたに何かあったら耐えられないわ。ごめんなさい。でもパパにすごい怒られて止められたから、冗談じゃないって分かったよ。ママのためにありがとう。怖い思いをさせちゃってごめんね。パパは私たちに冷たいし嫌われてるっていうのは分かってた。でもこんなことするなんて、私どうしたらいいかわからないよ。娘にこんな思いをさせるなんて親失格ね。本当にごめんなさい。ずっと私のために頑張ってくれてたってわかってる。今の高校に通えたのもママのおかげだし、だから謝らないで。そう言ってくれて嬉しいわ。私が絶対に守るからね。無理はしないで。私もママに何かあったら嫌だよ。だからもう離婚して。そうね。私も娘にこんな思いまでさせて一緒にいようとは思えないわ。あとは任せなさい。パパも昔は優しかったのに、今は一緒にいるのが怖い。私はどうすればいい？通りに出てタクシーを拾いなさい。お金をおじいちゃんが払う。パパに怪しまれないかな。その時はおじいちゃんの家に泊まるって言いなさい。わかった。パパは何してる？今お風呂入るって部屋から出て行った。じゃあ家を出るチャンスね。気をつけてくるのよ。うん。念のためカレーも持っていくね。あれは猛毒なの。危ないから触っちゃダメ。タッパーに入れて袋も二重にしたから大丈夫。ちゃんと手袋をして手も洗ったし。なんて危ないことするの。だって証拠があった方がいいでしょ。あなたの命の方が大事よ。遺書はない？大丈夫。心配かけちゃってごめんね。何かあったらすぐ言うのよ。わかった。ママも気をつけてね。あんなに怯えてかわいそうに。娘に恐怖を植え付けたこと絶対に許さないわ。私は香里、43歳。夫と結婚して20年で高校生の娘が一人。薬剤師として働いていて、1年ほど前に父からマンションを譲り受け、今は不動産経営しています。夫は優しくて思いやりのある人でした。でもマンション経営で不労所得を得るようになってから豹変。私たち家族に冷たい態度を取るようになり、生活費も入れなくなったのです。義両親は遠方に住んでて相談できず、近距離に住む両親にも心配をかけたくなくて、私は頭を抱えていました。そんな矢先、夫の浮気が発覚。いろいろ調べた結果、今回の犯行が分かったのです。でもまさか娘のいる時に行動するなんて。怒りに震えた私は夫を地獄に落とす決意をしました。彼もまさかあんな結果になるとは夢にも思わなかったでしょう。1時間後。夕飯にカレー作ったぞ。自分で使った皿すら洗わないのに、どういう風の吹き回しかしら。いや、いつも悪いなって思ってさ、心を込めてお前のために作ったんだよ。そんなことするよりも生活費を入れてくれた方がありがたいんだけど。それとこれとは話が別だ。もう1年ももらってないわ。お前の収入で生活できてんだからいいだろ。家事もやらない、生活費も入れないで私におんぶに抱っこ。あなたの存在意義って何？お前を癒してるじゃん。は？俺と入れるだけで幸せだろ。寝言は寝てから言って。正直ストレスでしかないわ。ふざけんな。人が滴り出てれば調子に乗り上がって。その態度は何？
私に悪いと思ってるんじゃないの？謝罪の言葉すらまだ聞いてないわよ。ふざけんな、死んでも言うか。お前こそお礼の言葉すら言えないのか。何に対して？俺がわざわざお前のためにカレーを作ってやったんだぞ。そうだったわね、ありがとう。でも食べれるのかしら。当たり前だろ、すげえうまくできたよ。味噌汁すらまともに作れなかったのにね。作り方の動画を見たんだ。便利な時代になったよな。そうね、普通じゃつまらんからいろいろアレンジもしたんだぜ。オリジナルスペシャルカレーだ。料理のできない人のアレンジほど怖いものはないわ。大丈夫だって。何を入れたかだけ教えて。それは食べてからのお楽しみ。帰ったらすぐご飯にしよう。そうね、一緒に食べましょう。いや、お前だけ食べてくれ、俺はお腹いっぱいだからさ。それなら私もそこまでお腹空いてないし、明日一緒に食べましょうよ。せっかく作ったんだから今日食ってくれ。でもカレーは寝かせた方が美味しくなるでしょ。バカってねえな、初日が一番うまいに決まってるだろ。前にあなたが2日目のカレーの方が美味しいって作った日に食べるのは下道だって言ったのよ。そんな昔のこと覚えてねえよ。ぐだぐだ言ってないで、いいから黙って今日食え。自分で言ったことなのにね。分かったわ。3時間後。まだ帰ってこないのか。今帰ってる途中よ。なんで今日に限ってこんなに遅いんだ。予期せぬトラブルが起きたんだから仕方ないでしょ。そんなの放っておけばいいだろ。絶対に帰ってきたら食べろよ。自分の命に関わることだったの。なんだそれ、俺のカレーの方が大事だろ。夫に命を狙われたから警察に駆け込むのは当然じゃない。何意味わからないことを言ってる。お前のためにカレーを作っただけだろ。トリカブト入りのね。何言ってんのんだ、そんなもの入れるわけないじゃん。あなたが浮気相手と私を消す計画を立てたことも全て知ってるから。何を根拠にそんなこと言ってるんだ。被害妄想も大概にしろよ。浮気を疑って悪いと思ったけど、あなたの LINE を見させてもらった。はあ、そこには浮気してる発言や私を亡き者にする計画が書いてあったわ。勝手にスマホを見るとか信じられねえ、プライバシーの侵害だぞ。お前とは離婚だ。慰謝料を1000万請求するからな。あら、あなたから離婚を切り出してくれてありがたいわ。訴えるならどうぞご自由に、私もそのつもりだから。なんで俺が金を支払わなきゃいけねえんだよ。不貞行為をしたんだから当たり前でしょ。それと養育費も請求するわ。ふざけるな、親権は渡さないぞ。生活費も入れないあなたが取れるわけないでしょ。ユリも望んでないわ。くそ、強欲主戦とババアめ。あなたにだけは言われたくない、私を消して遺産を狙ってたくせに。冗談に決まってるだろ。真に受けるとか間抜けすぎ。カレーを調べれば一発でわかるわ。そんなの捨てちまえば証拠隠滅できるんだよ。認めるのも当然の発言ね。なんとでも言え。でも残念、あなたのカレーはユリに取っておいてもらったから。え、証拠もあるし、もう逃げられないわよ。いや、お前らが俺をはめるために作ったのかもしれない。はあ？だって俺が作った証拠はないだろう。こんなに証拠があるのにこのご連を呼んで何言ってるの。 LINE は冗談だったで済むだろう。残念だったな。実はね、うちにカメラを仕掛けてあるの。はあ？遠くにいても映像をスマホで確認できて録画もできる優れものよ。そんなん盗撮だろ。自分の家の中を撮って何が悪いの。それよりうちに浮気相手を招いて毒を持ってる方が犯罪だと思うけど。それはユリだっているのに何考えてるの。ちゃんと学校に行ってる時間帯にした。そういう問題じゃない。ユリはあなたたちの電話を聞いてたのよ。父親が何をしようとしているのかを知ってとても怯えていた。え、私はあなたたちを絶対に許さない。あなたたちがカレーに毒を入れる瞬間もバッチリ撮れてるから、これを警察に渡せば一発で塀の中ね。待ってくれ、あいつが提案したんだ。俺はそそろかされただけなんだよ。私を消して財産ゲット、ユリを施設に入れて浮気相手と結婚するってノリノリで話してたじゃない。なんでそれを。音声も録音できるの。こんなのがすぐに手に入るなんて便利な時代になったわね。本当にっすわ、ちょっとした出来心だったんだ。それで命を狙われるとかたまったもんじゃないわ。本当にごめんなさい、もうこんなことしないから俺にチャンスをください。じゃあ私の質問に答えて。そしたら許してくれるのか。考えてあげる。わかった。
彼女の住所を教えて。そんなの知ってどうするんだ。あなたには関係ない。聞かないとわからないから後で送る。それでもいいか。じゃあ勤務先と名前は。中山しおり、制裁会社で事務として働いてる。なるほど、答えてくれてありがとう。これで許してくれるんだよな。何を勘違いしてるの。私は考えてあげるって言っただけ。騙したのか。違うわ、結果無理だと思ったの。許してくれないと住所は送らないからな。別にいいわよ、会社と名前さえ分かればそこに内容証明を送ればいいだけだし。ああ、でもその前に逮捕された場合どうなるのかしら。何言ってるんだ、まさか慰謝料だけじゃなく本気で警察にもチクるつもりか。当たり前じゃない、こんな危ない人たちを野放しにできないわ。それだけはやめてくれ、本当にすまなかった。今警察と一緒にいるから、いくら謝っても意味ないわよ。ちなみにうちの前に着いたから、逃げようとしても無駄だからね。ちょっと待ってくれ、本当にごめん、許してください。無理、頼むよ、土下座して謝るから。それに何の価値があるの、ただのパフォーマンスじゃない。何でもするから許してください。そう、じゃあ慰謝料と養育費を支払って塀の中で罪を償いな。それじゃ何の意味もないだろう。知るか、私は絶対にあなたを許さない。覚悟して。後日談。その後二人は仲良く塀の中へ。無事離婚も成立して親権も私になりました。二人には慰謝料500万と夫に養育費150万を請求。二人に一括の支払いは難しかったので分割して強制執行認諾文言付き公正証書を書いてもらい、いつでも差し押さえできるようにしました。義両親は平誤りで立て替えてくれると言ってくれましたが、夫が支払わなきゃ意味がないので断り、夫は絶縁されたそうです。出所しても前科がついて再就職も厳しいだろうし、借金まみれで支払いに追われる地獄の日々が待っているでしょう。私はというと、娘と少し贅沢な旅行に行ってきました。今は娘のアガーが戻り、楽しい時間を過ごしています。